とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新企画、やっていきたいと思います。ランダムで選んだ装備をつけて、ボスに挑みます。装備は、俺ね、いいやつしか残してないと思うので、まあ、どれを装備しても、クリアできると思うんですよ。ある程度のところは。まあ、選んでいきたいと思います。まず、近接武器は、上から、12番目の一番左です。12番目の一番左ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。心を奪うもの。なるほど。で、弓は、上から、5番目の真ん中。1、2、3、4、5。おー、魂のハンタークロスか。ソウル系ね。で、防具は、上から、11番目の、一番右。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。緑のローブか。まあ、ソウル系を2つつけてるね。じゃあ、アーティファクトを選びましょう。上から、6番目の、1列。1、2、3、4、5、6。おー釣り竿いや、使えねえな。これか。まあ、とりあえずこの装備で、行ってみましょう。ラストダンジョンに行きますね。旗は取るようにします。エンチャント入れていきましょう。あ、ある程度出来上がってるね。うん。虚無、リフレッシュ、重力、クリティカル。あ、武器はこれ問題ない。で、緑が、耐久値がないんで、防護と、まあ、霊気だろうね。で、ソウル系のアーティファクトはないので、トゲかな。で、魂のハンタークロスは、虚無、あ、もう、あれか。思いっきり、火力に振っていっていいか。テンポセフトは1にして、で、追い打ちと、クリティカルだろうね。OK。あ、ちょっとごめんなさいね。では、行きましょう。まあまあまあ。愛のメダルあるんで、あ、なるほどね。そうか。なるほど。キノコねえんだ。キノコない。まあまあ、移動速度は速いから、いいと思うよ。ちょっと待て。結構きついぞ。ちょっと待て。いけ。ああ、ああ、つらいつらい。なかなか。ちょっと待て。回復手段が。まあ、なんとかなるか。うん、リフレッシュ入れて、いけば、ちょっと待って。え？ちょっと待って待って。危ねえ危ねえ。え？あ、あ、ああ、そうか、そうか。忘れてた。ポーションバリアがない。そうそう。え、防具何？そうだ、ポーションバリアないんだ。ああ、そう、そうね、そうね。完全にね、安心しきってましたわ。ああ。ポーションバリアあるんでしょって思って、やってたんで。いやいや、これはきついわ。ちょっと待て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 。よし。よし。オッケーオッケー。まあ、心奪うものが優秀すぎるので、なんとかなってる。うん、吸血でね、回復するんで。いや、いやー、きつい。これはきつい。愛のメダルがあってよかった。これメダルないときついぞ、絶対。よし。いや、無理無理無理。これは、いや、きついきつい。無理だわ。無理だわ。これ無理。なるほど。これは思った以上に
備が。やっぱり、あのね、クールダウンとかがもうちょっと欲しいし、防御性能が弱すぎて、話にならない。あ、でも弓打っていけば、まあまあ、若干なりともいけるか？待て。OK。キノコがないのが辛いのよ。キノコないのめちゃくちゃ辛い。ちょっと待て。ああ。でも弓が結構強いんで、そこはなんとかなるね。OK。OK。まあまあまあ。行けるところまでは行きましょう。オッケー。まあタワーだと思ってやればいいのよ。ね、タワーでやってるっていう風に思えばいいでしょう。よし。ちょっときつい。わあ、愛のメダルないときつい。向こうに行くの怖いな。よし、オッケー。いらんいらん。よし。いや、これはきつすぎる。で、ここはごめんなさい、中には俺入れないわこれ。うん、入ったら絶対やられるので、近道使います。あー、ミスった。近道使っていきます。それでは再開します。あそこは無理、まず無理です。うん、中に入るともう絶対ねクリアできない自信がある。うん、中は無理なんで外を通っていきます。旗はねできれば取りたいけども、この縛りで旗取るのは無理だわ。うん、辛すぎる。やべやべ、ここ敵多いか。よし、もっと愛のメダルに頼んでいくしか方法がない。うん、無理ゲーすぎる。 OK。 でも霊気が本当にねいい感じ。霊気ってこんなに素晴らしかったんだ。 OK。 指強いねこれ。魂のハンタークロス強いわ。いけ。 OK。よし、なんとかここまで来ました。待て、なんか嫌なやつがいる。待て待て待て、ミスった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 、ごめん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 。愛のメダルが使えなかった。ちょっと待って、やめろその回転ついてるやつ。あぶねえ、あいつあぶねえわ。よし、オッケー。あっ、やられるかと思った。いや、まだやられていいよ。まだやられていいのよ。ちょ、うん、待てって。あ、回転ついてんのかよお前。よし、行ってくれ。その回転のやつ嫌いだわ。よし、ナイス。オッケー。もうボス、もうすぐそこよ。ボスはもうすぐそこ。よし、でいったね。やべ、やばいやばいやばい。ちょっと待って待って待って、エンチャントされたやつが来るな。もうエンチャントされたやつはもう来ないでくれ。よし、オッケー、いける。もう行こう。行こう、このままボスに行きます。倒せるか。なんか厳しい気もするけど。はい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 。まずこいつなんだよな。まあ、大丈夫でしょ。うん、ポンポンチとかすれば
あ、クリティカルむちゃくちゃ出る。よし終わり。もう余裕じゃん。弓が強すぎる。これはもう OK。 ビームさえちょっとなんとかなれば。いやー厳しいぞこれ。よし、あ、いけるわ。うん、痛い、うん、基本に忠実に戦っていけば余裕です。 OK。 ちょっと待って、動けない。あっ、ね、はい、まあまあまあ最初はちょっと戸惑ったけどもいけるもんだね。うん、ランダムでクリアできました。良ければね、もう少しこれやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。